でしょ。お父さんが帰ってくるよ。うん、はい、明日の朝、はい、車持っていきますのでよろしくお願いします。たけし、靴下片付けなさい。うん、ええ、ガソリン満タンに入れてけって言ったよな。でもお前入れてなかっただろ。おかげで約束の時間に遅れるし、車の調子悪くなるし、散々だったよ。や、一つしか頼んでないのにお前それもできんば。ミキが帰ってくるから準備で忙しかったのよ。わに向かって浴びらんけ。普通の生活がしたいだけなのになんでこんななるば。ミッキー着いたって言ってたから迎えに行ってこようね。そうか、うん、また明日ね。うん、お帰り。元気ね。あ、元気よ。飛行機どんなだった？あ、もうとっても揺れたよ。でも沖縄帰ってこれて嬉しいさ。あのカオリーもネーネーに会えるのデイジ楽しみにしてたよ。本当に、うん、あ、私も楽しみさ。で、お父さんどうしてる？あ、そう、お父さん酒やめてからデイジ変わったよ。は、酒やめたの？まさか。本当本当。自分の目で見てみないと信じられないさ。例えば、お父が言ってたけど、明日、お母の命日の時に何か伝えたいことあるって言ってたよ。お父さん、会いたくないな。もしもし。大城さん？はい。東京天気の予報。あ、すいません。1時間後にこちらから折り返しかけてもいいですか？あ、はい、すいません。よろしくお願いします。ねえねえ。東京に行ってたら正直こんなところに帰ってきたくなかったんじゃない？沖縄は私にとってはいつも特別な場所だよ。はや、沖縄にいてもいつまでたってもチャンスやってこないよ。島の言葉、わしね、国わしん。これは
生まれたところの言葉は忘れたら国まで忘れてしまう、そういう意味です。皆さんよく聞いてくださいね。沖縄文化の伝統的な話をします。神様は天からこの地上に来られて、土で男を形作り、神ご自身に似たものとされました。でも彼は一人でとても寂しかった。それで神様は女を作られたのです。これは沖縄で古くから言い伝えられている話です。実はこれと同じような話が他の国の文化の中にもあるのを皆さんは知っていましたか？ミートンダーは神のチビまでマンドゥン。これは夫婦は一心同体という意味です。この言葉は私のおばあさんがよく話してくれました。この言葉は聖書から来ているんです。ニライカナイ、この意味は海の彼方には素晴らしいところがあって、すべての良いものはそこから来るという意味です。天の敬がなしである私たちの天のお父さんが遠い昔から私たち沖縄の文化の中にご自身を表しておられたのでしょう。さあみんな今日はどうだった？楽しかったですか？この方言教室に来てくれてありがとうね。はい、今日の教室はこれで終わります。ありがとうございました。はい、さようなら。あのさ、ミキ、これ覚えてる？はい、これ覚えてるよ。あれでしょ、エイジーがあんたに告白するってからあげたやつ。そう、私が転校してきてからすぐだったよね。ねえ、そう、これ私が頑張って作ったんだよ。そうなの、はい、え、私ずっとエイジー自分で作ったとか。違う、私が全部作ったっては、はい、そうだったの、はい、なんか徹夜して大変だったとかいろいろ聞いてるけど。あ、私が大変だったよ。そうなんだ、嘘でしょ、うん、はあ、でも本当、あ、そうだ、香里さ、あの、うん、東京はいつ頃来るの？はい、月曜日の朝までですね。はい、わかりました。あ、うん、ごめん。そうだね。ねえ、転勤申し出たの？なんで私に言わないわけ？なんで？どうせ嫌に話しても反対するに決まってるやし。当たり前じゃない。なんでそんなに東京にこだわるわけ？ここにいたら全部ダメになるんだよ。だから東京に行って何もかも新しくスタートした方がいいわけさ。これワンのためだけじゃないよ、ワタ家族のためなんだよ。東京東京って、場所を変えたからって何かが変わるわけじゃないでしょう。いや、何も分かってない。だからこうなると思ってたばよ。聞く嫌に話しても何の意味もないばよ。トイレどこ？トイレあっち。ああ、ありがとう。ケイさん大丈夫ですか？
ミキ、今まで迷惑かけたな。酒ばっかり飲んで、お母さんにひどいことをした。後悔してるさ。ミキ、お父さんを許してくれないか？たけし迎えに行くから早く帰るよ。お父さんはいつも外国の宗教だって言って嫌ってたよね。俺が間違っていたさ。中に入ろうか。こんな風に家族が集まるのはお母さんの葬式以来だな。お父さんはイエス・キリストに従ってこれからの人生を送ろうと思う。マジの音？なんでよ。よく聞いてほしい。お母さんが死んだ後も俺は叫びたりだった。もし神がいるんだったら助けてくれって。なのに俺は鳥にまで襲われたんだよ。鳥ですら必死に家族を守ることを知っているのに、俺は自分の家族も守れなかったんだよ。俺は何度も何度もウヤファー夫人にお願いしたのによ。酒から自由になれますようにって。だけど何にも変わらんかった。授業の準備をしているときに天の上悲しいのことを本で読んでいたら、それは天の父のことであり私たちの先祖を作った方のことなんだと分かった。でいろいろ考えたんだけど、天の上悲しいと聖書の神様は同じお方だと思う。神様はどんなお方なのか、同僚の先生にも聞いてみた。私たちは父親を敬うべきだ。それなのに、どうして父なる神様は敬わないのか。天の上悲しいに助けを求めてみた。天の上悲しいに今までのことを許してくれってお願いした。そうしたら、とてもはっきりと安らぎがやってきたんだ。その時を境に酒が欲しくなくなったんだ。どうしてなのか自分でもわからない。イエス様が、まことの神は離れて俺が自分勝手な生き方をしていたのを教えてくださったんだ。イエス様は俺を天のお父さんの家に連れて行きたいんだよ。だから俺の恥を拭い去るために十字架にかかってくださったんだ。
イエス様は3日目によみがえって生きておられる。それはいつも私たちと一緒にいてくれることの証なんだよ。この神様はずっと昔から私たちの先祖が大切に崇めていた天の親悲しのことなんだ。だからこのお方を崇めることで俺も先祖を敬いたいんだ。後の定めに分からん。人間の命の長さは神様だけが知っておられる。今天のお父さんの声を聞いて家族を大切にすべきだと分かった。本当はもっと前からそうすべきだったさ。お父さんが願っているのはお前たちみんながイエス様を通して天のお父さんの家に帰ってくることなんだ。だから明日の洗礼式にはお前たちも来てほしい。おじい、みんなで行くよ。そっか、みんなで行くのか。本当に変わったよ。そっか。まるで別人だよ。お父には俺が必要な平安な心があると思うよ。うん、今なら天の親悲しいが俺を助けてくれるんじゃないかなって思えるよ。必ず助けてくれるよ。うん